皆さんおはようございます。斉良平です。今日が76かな、土曜日ですね。土日になるとね、レダーのお客さんよく遊びに来られますけど、うちに結構常連さんもね、います。常連さんっていうのはね、特段悩みもないんですよ。ないんだけど、話したいとか、新しい話を聞きたいって言って来られる方、全然いいです。問題ないんですけど、予約さえ取れてればですね、問題ないですけども、最近ね、ちょっと思う、常連さんとか、ベテラン、つまりもう長い付き合いでいろんなアドバイスを聞いてきて実践して、良くなっていく人たちたくさんいらっしゃるんですけども、そのベテラン勢に向けてもそうですし、初めて動画見る人に対してもちょっと、もう一回ちょっと言っておこうと思うことがあって、それが何かっていうと、前々から僕は習慣を変えることで人の運勢は変わるって言ってます。変わります、これもう断言できます。なんですが、その中でいろんな習慣がありますね。その習慣を変えていく中でも、僕がよく、初対面とかこの人の成長とか変化っていうものを見ていくときに必ずチェックするのは、前々から言ってますけど、入ってくるときから出るときまで僕が防犯カメラで入ってくるお客さん、もうこれはもう初めて来る人も含めてもうベテランさんまで全員チェックします。この人で今どうなんだろうかっていうのをチェックするのに、歩き方をチェックするとね、本当に、分かりやすく人の人生で出ます。なので、ベテラン人の方たちね、いろんなアドバイスを実践してやってて、もうどんどん応用編にやっていきたいっていうのはもちろんいいんですけども、基礎に戻ってもう一度考えてみてください。今日私の歩き方、自分の歩き方は、姿勢を正した、ちゃんとした歩き方ができてたか、もう本当にここだけで人生変わります。なので、あ、そうだった、姿勢を正して綺麗に歩こう、丁寧にっていう風にしてやっていくだけで人の人生は絶対に変わります。歩き方どうでしょうか。私はしっかり、どれだけ常連で仲良くなってて10年以上の付き合いであったとしても、僕はこの人は今どれぐらい成長してるんだろうかって、どんな風にして変わっていくんだろうかっていうのを楽しみにしながら後ろ姿チェックしてますからね。なので、今日は自分の歩き方どうだろうか、自分の中で解いてみて、その上でもし、あ、ちょっと背筋曲がってたなとか、歩き方が少しおかしかったかなって思うときはそれを正すこと、もう本当にこれは基礎中の基礎ですが、ここから入ってください。そうすることで人生はいい方向へと変わっていきますよってことを忘れないようにしてください。以上です。今日も元気よくいってらっしゃい。気をつけて。